新潟市にいつ鉄道資料館。新潟市にいつ鉄道資料館。新潟市にいつ鉄道資料館。英称、新潟シティニーイレイルウェイミュージアムは、新潟県新潟市秋葉区に所在する鉄道保存展示施設である。新潟市が施設の所有かつ運営管理を行っており、新潟東町2丁目の新潟市、新潟地域学園内に所在する本館と、 新津本町一丁目の新津駅、東口そばに所在する新津駅中サテライトの2、施設から構成されていい。新津市、現、新潟市秋葉区の新津車両所、新津車両製作所現、総合車両製作所新津事業所の、敷地脇に所在した、新潟鉄道病院、新津分室が1982年、昭和57年3月をもって廃止されたのにして、 新津市の鉄道文化を後世に伝承したいとして、日本国有鉄道の職員ウォービーや鉄道ファンなどが中心となって、鉄道を題材とした資料館の設置を求める動きが起こり、当時の新津市が、旧文室の施設を活用して1983年、昭和58年10月14日、鉄道記念日、新津市鉄道資料館として開館した。開館に際し、 国鉄 OBE を中心とした市民から数多くの資料提供を受け、当時の資料数は生体保存車両を含め約2000点を有した。その後国鉄が1966年昭和41年7月、新潟市下所島、現、中央区幸い西から、新津市西金沢、新津市東町を経て、現、新潟市秋葉区新津東町へ移転した。 国鉄職員の訓練施設、新潟鉄道学園が、1987年、昭和62年の国鉄分割民営化に際して廃止、閉鎖された後、1997年、平成9年4月に、新津市が施設を買収し公民館施設へ転用されることになり、施設名称を新津地域学園とした。加えて、鉄道資料館も、旧施設の老朽化などから、 地域学園の別棟へ移転するに至り、1998年、平成10年4月1日に開館した。この際に、生態保存車両は、東日本旅客鉄道、JR 東日本へ返却されたが、この移転時にも、市民から、数多くの資料提供を受けた。また、2005年、平成17年3月21日に、新津市が、新潟市へ、 編入合併されたことに伴い、地域学園は、新潟市新津地域学園に改称し、鉄道資料館も現名称に改称した。放日するリニューアル事業着手前の二千十二年、平成二十四年時点において、約八千六百点の資料を所蔵していた。しかし、鉄道関連の展示施設でありながら、最寄りの新津駅などが所在する新津地区中心部からは、直線で、 約 2km、徒歩20分強とやや離れており、新津駅からの路線バスも運行本数が少ないなど、公共交通によるアクセスも良好とは言えない、立地条件下にあるのに加え、当時の展示内容は、鉄道関連の機器に関するものが中心で、鉄道の文化に関する展示が乏しく、また、移転以降は長らく生体保存車両を保有していないなど、より充実した。 展示内容への転換が必要とされていた。こうした事情から2011年、平成23年夏、新津地区の経済界を中心に、鉄道資料館の新津駅近隣への移転を求める動きが起こった。また施設を運営する新潟市も同年から、鉄道資料館のあり方について、検討作業に着手し、翌2012年夏に、新津鉄道資料館活性化検討委員会を、 発足させ、交流人口の拡大と地域の活性化、鉄道文化の発信拠点、人づくりと地域の連携による事業の展開の3つのミッションを制定し、現状の分析を踏まえて、新潟、ニーツと鉄道との関わりなど、より地域性が高くかつ親しみやすい展示内容への転換や、ニー駅周辺にサテライト施設を設けるなどの施策について検討が進められた。 そして施設活性化策の一環として、新潟県に深い関わりを持つ、鉄道車両の実車2両の展示が盛り込まれ、東北新幹線と上越新幹線が1982年、昭和57年に開業して、以来運行を続け、2013年、平成25年春に運行を終了した新幹線200系電車の搬入が計画された。新潟市は運行終了後に、 東久慈山の新潟新幹線車両センターに留置されていたオリジナル図書の四4 7編成の先頭車両東京型1号車221-1510を JR 東日本から譲り受け5月26日昼から搬出を開始し同日深夜から5月27日朝にかけて資料館へ輸送搬入されたさらに現役時代長らく新月間区 現在のニー次運浴の前身に配属され、退役後は、中央区イ内ケ南の鳥屋の交通公園で、保存されていた C57 型蒸気機関車19号機も、筐体をあらかじめ3分割した上で6月1日から6月19日未明に、かけて、輸送、搬入し、200系電車と並列して、屋外展示スペースに保存され、6月22日から2日間、開催された、 特別公開イベントで一般公開を実施し、その後は上屋新設等のため2両の公開を一旦休止した。さらに、館内の全面改修及び展示内容の見直しなどのため9月1日から1時全面閉館して工事を実施し、2014年平成26年4月19日のプレオープンをもって、 本館1階の常設展示室と屋外展示スペースに限り公開を再開し、所蔵資料のうち約1000点が公開された。そして同年7月19日のグランドオープンをもって本館2階に新設された企画展示室と休憩スペースを兼ねるパノラマ展示室の公開、さらに公演、講習会や企画展示などに活用できる多目的スペースの共用を開始し、 全館の営業を再開した。この全面改修に際し、鉄道資料館が所在する資料棟の壁面は200系電車を模したカラーリングとなった。また、新津駅周辺のサテライト施設として2013年6月8日、同駅東口そばに新津駅中サテライトが開設された。資料館の所蔵品の一部を展示するのをはじめ、 レンタサイクルの貸し出しやアクセス方法の案内などで、資料館本館への来館者誘導を図るほか、秋葉区の観光案内のパンフレットを揃えるなど、区内の観光拠点としての役割を有している。なお、駅中サテライトは無料で見学できる。サテライト解説に伴い、首都秋葉区では、同年夏に愛称の一般公募を実施。選考の結果、同年秋に愛称、 シャバが命名された。リニューアル着手前の入館者数は2002年度、平成14年度以降、年間8000人前後で推移していた。リニューアル後、首都秋葉区では2014年度の入館者数について、目標値を2万人としていたが、開館後4ヶ月弱の同年8月15日の時点で、年度入館者2万人を達成し、同年度の入館者数は前年比の 約5倍となる約4万6千人に上ったほか、県外からの来館者が約4割を占めるなど、入館者数を順調に伸ばしている。また2015年、平成27年7月20日には、愛媛県西条市に所在する四国鉄道文化館との間で姉妹館協定を締結した。これは、東館本館のリニューアルと、道館南館の開館が、いずれも1周年を迎えたから、 それらの記念事業の一環として締結されたもので、新潟市と西条市の間では、楽曲、千の風になってに、ゆかりのある三市町と共同で2009年、平成21年から実施している文化交流事業、ノフーサミットで交流が進められているのをはじめ、姉妹間、締結1ヶ月前の6月27日には、災害時総合応援協定も締結している。締結式は同日、 西条市の道館で、篠田明新潟市長と、青野勝る西条市長が出して行われた。今後両館は、資料や展示品の相互対策や、観光情報などの発信で協力するほか、集客に関する情報、ノウハウの相互提供や人的交流などでも連携が進められる。生態保存車両についても2015年、平成27年夏、同年春まで特急。 稲穂、北越などで運用されていた485、軽電車の先頭車両、元新潟車両センター所属、T18 編成、区波481-1508と、同年春まで主に、上越線や多だ線、新越本線の上越周辺区間などで当記の、除雪作業に当たっていた、DD14 型ディーゼル機関車332号機、 元長岡車両センター所属の2両を J 東日本から譲り受けして輸送、搬入の上、同年7月18日から3日間限りで特別公開を実施した。その後は上屋新設等のため公開休止、10月3日より一般公開を開始。これにより保存車両数は計4両となった。さらに上記4両に加えて2017年。 平成29年夏、新潟県内の各路線で半世紀近くにわたって運用されている115系、雲配11号の1061と、東北新幹線、上越新幹線で運用された2階建て車両、MAXE4 系、P1 編成、新潟型8号車、E444 から1の2両を譲り受けし、同年6月下旬に輸送、搬入され、これにより、 保有車両数は計6両となった屋外展示コーナーは資料棟に隣接する北側と体育館に隣接する南側の2カ所が設けられている。鉄道に関する保存展示施設でありながら長らく生態保存車両を所蔵していなかったが、前日のように2013年6月から200、軽電車と C57 型蒸気機関車の2両、資料棟北側、 さらに2015年7月から485、軽電車と DD14 型ディーゼル機関車の2両、体育館南側の軽4両を所蔵して公開している。なお前述の通り、2017年中旬からは115、軽電車と E4 軽電車の2両も加わり、これにより、保有車両数は軽6両となった。 なお、E4K と 115K の公開は2017年7月15日に開始された。これらの展示車両はいずれも通常時は外観のみの公開だが、不定期ながら、イベント開催時等には、車内の公開も実施している。資料胸北側の展示コーナーにはこのほか,かつて、新潟県内を走行していた車両の台車、信号機や踏切などの機器、旧、 赤谷線の二駅に設置されていた駅名標も展示されている。本館1階の常設展示室は2014年4月にリニューアルされ公開を再開した。鉄道の街新潟、新ーの歴史をたどるをメインテーマに4つの展示ゾーンで様々な手法を用いながら地域に根ざし鉄道文化の魅力を紹介している。鉄道の要として発展してきた新地区び 新潟市の鉄道との関わりを紹介。新津駅と新津地区の歴史を中心に展示している。日本国内の鉄道技術に関し、新潟、新津の資料を中心に紹介する。トレインシミュレーターも設置されている。新潟、新津と鉄道の歴史を中心に紹介する。過去に新潟県内を発着した列車のヘッドマークのほか、赤谷線、魚沼線。 くび鉄道線、越後交通都地尾線、越後交通長岡線、神原鉄道線、新潟交通電車線の、これまでに県内で廃線となった路線に関する展示などがある。保線車両の他各種機器など、収蔵資料の展示が中心となっている。本館2階の展示室は2014年7月から公開を開始した。リニューアル前は、 資料庫となっており非公開だった。2階は渡り、廊下によって地域学園本館の研修棟と連絡しているが、通常時は出入りできない。なお公園、講習会の一部は、研修棟2階の201研修室で開催される、場合がある。新潟、ニーツと鉄道との関わり合いにまつわるテーマを中心に、企画展が開催される。休憩スペースを兼ねており、 鉄道模型のジオラマを見ながら、カウンター席での休憩が可能。子供向けに、鉄道の玩具や、絵本も置かれている。企画展の展示スペースとして運用されるほか、鉄道ともの会の展示コーナーが併設されている。駅中サテライト、定、シャバでは、本館の所蔵資料の一部を展示しているほか、市内、区内の観光や、特産品、新潟駅、 新津駅の駅弁の紹介などの展示が行われている。開館時間内には、レンタサイクルの対応も行われている。また、東口駅前広場北側のポケットパークには、従来本館で屋外展示されていた台車をはじめとする一部の所蔵資料が展示されている。このほか、新津駅周辺では、 所蔵資料の一部がモニュメントとして活用されており、新津本町通り沿いには、C57 型蒸気機関車149号機の第1動輪、新潟県信用組合新津支店前と、踏切警報機、三村廃員前が、西口駅前広場内には8620系、蒸気機関車68635号機の第2動輪が、それぞれ展示されている。これらと合わせ、 新一駅周辺の商店街では、鉄道の街をアピールする取り組みも進められている。リニューアル着手前は前日のように、生体保存車両は所蔵しておらず、館外に置かれていた200系電車のモックアップ、原寸模型が置かれているのみであった。このモックアップは200系の実車両を搬入が決定したこと、そして老朽化が進んでいたことなどを理由に、2013年春に、 解体された。常設展示では、ディーゼルエンジン、トルクコンバータのカットモデルや、実際にスイッチで操作して動かすことのできる、パンタグラフなど、鉄道に関わる機器の機構に関する展示を主体としていい。また、日本有数の豪雪地帯に所在することもあり、鉄道の除雪、雪崩対策に関する展示も行われ、これらの一部は、現在も継続して展示されている。 また通常非公開となっていた、収蔵資料については、書庫内に保管され、それらの一部は職員に依頼して閲覧する方式となっていた。本館は、バリアフリー対策として、資料棟の正面玄関にスロープが設置されている。なお資料棟には、エレベーター等は設置されていないが、隣接する研修棟に設置されたエレベーターを利用して、渡り廊下を経由すれば、 2階フロアの観覧が可能となっているエレベーター利用の際は係員への申し出が必要。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。